アレクサンダル・カラジョルジェビッチは、セルビア公、カラジョルジェビッチ家の出身。1806年10月11日、カラジョルジェペトロビッチと、イエレナ・ヨバノビッチとの間の末男として、トポラで生まれた。ロシア皇帝の庇護のもと、ベッサラビアのホトインで教育を受けた。セルビア公、ミロシオブレノビッチ一世が、いわゆる、トルコ憲法を軽視したことから大尉に追い込まれ、 1839年末にスルタンの直令でミハイロ・オブレノビッチ3世の行為が承認されると一族はセルビアに帰国した。アレクサンダルはセルビア陸軍司令部に入り中尉まで昇級すると共にミハイロの副官に任命された。ミハイロ・オブレノビッチ3世が廃位されて政治的混乱が起きると1842年9月14日にアレクサンダルが ベオグラード近郊のブラチャルの国民会議において、セルビア港に選ばれた。ロシアとオスマン帝国から行為が承認されると、アレクサンダルは、セルビアのさらなる発展を図るべく改革を開始して、諸制度を新設し、公民権法典の施行、正規軍の導入、大砲駐造場の設立、新旧の学校の助成、国立図書館や国立博物館の設立などを行った。 1848年にボイボディナでハンガリー革命が起こっていた最中、アレクサンダルはステバン・クニチャニンの率いるセルビア義勇軍を派遣して自治を求めるセルビア人の闘争を援助した。諸国民の春の影響を受けて南スラブ人王国を建国するという反スラブ主義思想が登場したが、この4年前の1844年にはイリアガラ社人が セルビアの政治構想について、ナチェルターニエと呼ばれる秘密文書を作成し、南スラブ人を支配するオーストリアとオスマン帝国にセルビアが取って代わり、これを大セルビアの旗の下に統治すべき旨をすでに示していた。アレクサンダルは国内政策をめぐって議員らと対立し、1858年12月のセイアンデレの日に召集された国民議会において、 廃位を強いられた。廃位された、アレクサンダルは、テメシュバール近郊の私有地に退いたが、福井したミハイロ・オブレノビッチ3世が暗殺されると、その陰謀に武器と資金を提供した疑いをかけられ、平穏な暮らしは一変した。アレクサンダルは、いわれのない疑いに昇進し、濡れ衣を着せようとする性的を嫌をするとともに、カラジョルジェビッチ家の人間による、行為奪還に尽力した。 1885年5月3日に、テメシュバールで死去し、ウィーンに埋葬されたが、1912年に、息子のペータル一世によって、中央セルビアのプレナツに建てられたゲオルギオス、記念教会へ改装された。ボイボダの称号を持つエブレム・ネナドビッチと、ヨバンカミ・ロバノビッチとの間の娘であるペルシダ、ネナドビッチと1830年に結婚し、10人の、子女を設けた。 ありがとうございます。